ボッシュのバッテリードライバー IXO4 ですね。DIY 用のドライバーで非常に小型です。で、小型といってもパワーがないわけではなくて、このようなネジも簡単に締めることができます。途中で止まったりとかストレスはないですね。このように簡単です。それ別売りのアダプターが3種類用意されてまして、まずこれがアングルアダプターというものですね。先端を90度曲げることができて、このように押さえながらネジを締めたりとかできますね。非常に力が入りやすいです。あとこのように入らない場所ですね、通常の状態で入らない場所でもこのようにアングルアダプターを使うと簡単にねじ込むことができます。これ下手に斜めからネジをねじ込もうとすると舐めてしまいますけど、これなら安心です。次に隅寄せアダプターですね。これは名前の通り、このように隅に立ったネジ、通常はアクセスできないんですけど、隅寄せアダプターをつけるとこのように楽々締めることが可能ですね。通常ですと舐めてしまいますけど、隅寄せアダプターを使うと舐めないです。で、次はトルクアダプターですね。これ大型のドリル、電動ドリルには付属している機能なんですけど、この小型のドライバーですとアタッチメントで可能ですね。このようにねじ込んで、それ規定のトルク以上になるとスリップします。ネジを傷めないですね。それこれが充電ホルダーですね。携帯の充電みたいに手軽に充電できます。台に置くだけですね。それ置くとこのようにインジケーターが光りますので、充電中っていうのが簡単にわかります。これは充電ホルダーとアタッチメント。それ充電ホルダーはこの 100V の電源、これがそのまま使えますね。これがビットですね。ネジの先端部、これだけの種類が揃ってます。非常に便利ですね。それフォルダーも付属してますのでなくさないです。それもう一度これ別売りアタッチメントですね。これがトルクアダプター、これが隅寄せアダプター、これがアングルアダプターです。それは充電フォルダーにつけた状態ですね。充電アダプターは AC アダプター不要で、コンセントに直接させます。便利です。これが機械的な反転スイッチですね。反転スイッチがどちらかに入っているとトリガーが引けますけど、反転スイッチが中間だとトリガーが引けません。これは安全装置になってますね。それドリルのビットなんですけど、これはマグネットで保持されます。ですので保持されたら落ちにくいですね。非常にこれもいい機能ですね。こんな感じで先端を振っても落ちない、そのくらいの保持力があります。それ先端の部分、このゴムのキャップを外して、それ各種アダプターをつけます。それアダプターなんですけど、任意の角度につけることができますので非常に便利です。こんな感じですね。任意の角度に取り付けることが可能です。これが LED による照明ですね。トリガーを半押しすると LED の照明がつきます。それ全押しすると回転します。 DIY 用としては非常にしっかりとした作りですね。まあ業務用としては使えないですけど、これホビー用としては最適です。おすすめですね。